ヘンリー・クレイ、ヘンリー・クレイ・シニア、1777年4月12日から1852年6月29日は、19世紀アメリカ合衆国の政治家であり、郵便家である、ケンタッキー州を代表して、アメリカ合衆国会員及び、アメリカ合衆国院病院の議員を務めた。1824年までの第一政党制とそれ、 以後の第二政党制で主要な人物だった。他のものを合意させる能力ゆえに、偉大な仲介者かつ偉大な調停者と呼ばれ、保育等の創設者かつ指導者となり、経済を近代化する計画、特に産業を保護する関税、国立銀行及び、運が公安と鉄道を推進する内陸部の改良の指導的提唱者だった。指導的高派でもあり、 歴史家のクレメント・イートンによれば、他の誰よりも、米英戦争の改戦に責任があった。また、西部のヘンリーとか、西部の星とも呼ばれた。クレイは何度も大統領になるために挑戦して、その度に破れ、かなりの程度まで、第二政党制の問題を定義した。経済のアメリカシステムの主要支持者であり、黒人奴隷制に関して、妥協を生むことに成功し、 特に1820年妥協と1850年妥協を成立させた。ダニエル・ウェブスターとジョン・カルフーンと共に偉大な三党政治すなわち不滅のトリオの一人であった。1957年、ジョン・ F ・ケネディが議長をした上院委員会はアメリカ史の中で偉大な上院議員5人の一人にクレイを指名した。エーブラハム・リンカーンは イリノイ州正解に早くから関与し、ケンタッキー州出身ということでは、仲間だったので、クレイの大きな賞賛者だった。ヘンリー・クレイは1777年4月12日、バージニア州ハノーバー郡のクレイ家の敷地内にある、当時のバージニア州農家としては平均以上の中2階木造住宅で、生まれた。ジョン・クレイ牧師とエリザベース・ハドソン・クレイ夫妻の9人の、 子供のうち七人目だった。父は、サージョンと呼ばれるバプテスト教会の牧師であり、四年後、1781年、に死んだ。父は、ヘンリーや兄弟たちに、それぞれ二人、妻には18人の奴隷と464エーカー、1.9平方キロメートルの土地を残した。母は、間もなくヘンリーはトキンス大位と再婚したが、 ワトキンスはクレイにとって愛情あふれるまま父になった。母のエリザベスはすでにいた9人の子供に加え、ワトキンスとの間で7人の子供を産んだ。ヘンリー・クレイが6歳の時、クロバー・ボトム、現在のウェスト・バージニア州、マーサー軍の小児イコ地区におけるインディアンの襲撃でまだ若い3人のいとこが殺された。1人は銃で撃たれ、1人は意地悪く刺し殺され、 最後の一人は、オハイオ州チリコシーに連れて行かれて、あぶりにされた。クレイは、イギリス人教師、ピーター・ディーコンから、初等教育を受けた。その後バージニア州リッチモンドで店舗の助手として、雇われた。クレイは、家族が酒場を経営するために、ケンタッキー州バーセールズに移った後で雇われ、クレイは、少年のクラブで養われ教育されるようにされた。 その警府は後に、クレイのために公平法裁判所の事務所での働き口を確保し、クレイはそこで複雑な法律を理解する適応性を示した。そこで、ジョージ・ワイスと友達になった。ワイスは手が不自由で苦しんでおり、クレイの手書き文字がきっちりとしていたので、その秘書に選んだ。クレイが、ワイスの筆記者として雇われている間に、そこの書記が、 クレイの将来について積極的に興味を抱き、バージニア州検事総長、ロバート・ブルックのところに職を圧戦した。クレイはバージニア州のウィリアム・アンド・メアリー大学で正式な法学教育を受け、ジョージ・ワイスの下で研究した。ブルックの下では法廷弁護士となる準備をし、1797年に認められた。クレイは 見入りが良い法律実務を行うために1797年11月に家族が当時住んでいたウッドフォード郡に近いケンタッキー州歴シントンに移った。間もなくその法律技術と裁判所での雄弁さで評判を確立した。顧客の何人かは馬や土地で支払いをした。クレイは町の区画やケンタッキーホテルを所有するようになった。岐阜のトマス・ハート大佐は ケンタッキー州の初期開拓者であり著名な実業家だった。クレイはハートの法律関連業務の管理者になった。1803年、クレイはファイエット軍から選ばれてケンタッキー州議会議員となり、州都をフランクフォートからレキシントンに移すことに、その注意をもっぱら集中した。また、ケンタッキー保険会社を守ることを熱心に努め、1804年に、 フェリックス・グラディによる、その独占認可を撤廃する試みから救った。1806年、アメリカ合衆国地区検事、ジョセフ・ハミルトン・デイビースが、アーロン・バーをミシシッピ川より、西のスペイン領遠征を企てたと告発した。クレイとジョン・アレンはバーを弁護し勝訴した。数年後に、トーマス・ジェファーソンがデイビースの正しかったことをクレイに知らせた。 クレイはこの知らせに動揺し、かなり時が過ぎて、バーに再び会った時に握手を拒んだ。クレイのケンタッキー州政界における影響力が大きくなったので、ケンタッキー州議会は短い任期だが、1806年から1807年と1810年から1811年、アメリカ合衆国上院議員にクレイを選んだ。最初の任期は、 バーの陰謀に絡んだとされて辞職したジョネアであの残り任期を埋め、次の任期はアメリカ合衆国巡回裁判所の判事となるために辞職したバックナサーストンの残り任期を埋め、興味あることに1806年に初めて上院議員に選ばれた時、アメリカ合衆国憲法第一条に規定する30歳に達していなかった。1799年4月11日、クレイは 歴シントンにあるハートの家で、ルクレティア・ハートと結婚した。ルクレティアは、米戦争のレーズン側の虐殺で死んだ、ナサニエル・エテ g t ハート隊員の姉妹だった。クレイ夫妻には11人の娘6人と息子5人が生まれた。ヘンリエッタ、1800年生、セオドア、1802年生、トーマス、1803年生、スーザン、1805年生、アン。 1807年生、ルクレティア、1809年生、ヘンリー・ジュニア、1811年生、エリザ、1813年生、ローラ、1815年10月生、ジェームズ・ブラウン、1817年生、ジョン、1821年生である。クレイの子供たちのうち7人はクレイよりも創生した。 1835年までに6人の娘全員が百日咳や大熱病から出産時の合併症まで様々な原因で死に、クレイジュニアは米国戦争のブエナビスタの戦い戦死した。妻のルクレティアは1864年に83歳で死に歴史墓地にあるクレイ記念碑の地下墓所に夫と共に埋葬されている。クレイは奴隷制廃止運動家。 カシアス・マーセラス・クレイとは二いとこであり、女性参政権運動家、マデレン・マクドウェル・ブレッキン・リッジの総祖,祖父である。1809年1月3日、クレイは、ケンタッキー州議会で、議員が英国製のブロードクロスではなく手織りのスーツを着用することを要求する決議案を提出した。この愛国的提案に二人だけが反対した。そのうち一人は、ハンフリー・マーシャルであり、 皮肉屋の貴族的弁護士であり、1806年のアーロンバー裁判ではクレイに敵対していた。クレイとマーシャルは、議場で殴り合いを演じそうになり、クレイがマーシャルに決闘を申し込んだ。この決闘は1月9日、インディアナ州、シッピングポートで行われた。彼らは3発ずつ放った。クレイは一度だけマーシャルの胸の下に当てた。マーシャルも一度だけ太ももに当てた。 1811年夏、クレイはアメリカが衆国会員議員に選ばれた。その最初の会期の初日に会員議長に選出されたが、それはこの前にも後にもないような出来事だった。初めて会員議員に選ばれてから14年間に会員25度選出され、議長に選出された。クレイが会員議員になる前は、議長の椅子は規則執行者とまとめ役のものだった。 クレイは議長をアメリカ合衆国大統領に次ぐ権力の持ち主に変えた。クレイは即座にあらゆる重要な委員会に高ハ議員、その中でクレイは誘導する精神だったを指名し実質的に会員を支配した。会員の34歳の新人が完全な操縦を行ったということである。高派は大半が南部と西部の出身であり、イギリスが アメリカの海洋における権利を侵犯し、アメリカ船員を待遇するやり方に不満を抱いていた。彼らは大英戦線復刻を推奨した。クレイは民主共和党の議会指導者として議論を支配し、特に高派としてイギリスとの戦争、米英戦争を支持した。後に急戦調停員の一人として頑丈約の交渉に貢献し、 1814年12月24日これに署名した。1815年まだヨーロッパにいる時にイギリスとの通商条約の交渉にも貢献した。また会議員時代の初期に国立銀行の創設に強く反対した。これはクレイが故郷の歴史ントンで小さな銀行をいくつか個人的に所有していたことも理由の一部だった。後にその立場を変え。 大統領選挙に出馬した時には、第二国立銀行を強く支持した。ヘンリー・クレイの会議長としての任期は、議会の歴史を形作ることになった。委員会任務の証拠や、点呼投票の記録によって、クレイの指導戦略が高度に複雑で、政治的対望と同様に公的な政策目標を進むしたことがわかる。クレイは、 解放黒人奴隷をアフリカに送り返そうと考え、その目的でリベリアにモンロビアを設立した集団であるアメリカ植民地協会設立に貢献した。1816年12月21日、ワシントン DC のデイビスホテルで開催されたアメリカ植民地協会設立総会を裁量した。出席者にはロバート・フィンリー、ジェームズ・モンロー、ブッシュロット・ワシントン、 アンドリュー・ジャクソン、フランシス・スコット・キー及びダニエル・ウェブスターがいた。クレイは、ジョン・カルフーンと共に、クレイが、アメリカ・システムと呼んだ国家的経済計画の一部として1816年、関税法案成立に貢献した。これは、アレクサンダー・ハミルトンのアメリカ学派に根を発する、ものだった。後にフリードリッヒリストが述べているように、 建国間もないアメリカの大半は東部海岸地域に中心を置く製造業イギリスの製造業と競い合えるように考えられたものだった。米英戦争の決着後、イギリスの製造業は安価な製品でアメリカの港を覆うようになった。関税を支持する要請部州の有権者を説得するため、クレイは連邦政府が内陸部のインフラストラクチャーに道路と 運河を改良することを支援すると提唱した。これら内陸部改良は、関税と公有地の売却で予算化されることになっており、土地の値段は歳入を生むために高く設定された。最終的に国立銀行が通貨を安定させ、真実の国家財政制度の結び役として機能することとされた。アメリカシステムは、当初北部からも南部からも多くのものに支持された。 かなり後になって、1828年、関税法案は南部をその指示から離れさせ、無効化の危機につながった。究極的には、北部と南部の東派構想を増加させる原因と損失になり、ある程度は東部大西部南北戦争につながる、数十年間で悪化の道をたどった。国の保護政策を再現するために南部を打ち破る必要があり、 保護政策は20世紀初期まで続くことになった。1820年、水売り順州への奴隷制拡大について論争が巻き起こった。クレイは、水売り妥協と呼ばれる計画に、議会の承認を得ることでこの論争を決着させることに貢献した。このことで、メイン州を自由州、水売り州を奴隷州とし、この結果自由州11州、奴隷州11州となり、 上院でのバランスが保たれた。また、ミズーリを除いて、北緯36度30分、アーカンソー州北京以北では、奴隷制を禁止した。国全体のレベルでは、民主共和党が1820年までにその役割を終えた。クレイは1824年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬し、4位になった。しかし、候補者の誰も、投票数の過半数を取れず、 会員が当選者を選んだ。クレイはその影響力を使って仲間の民族主義者、ジョン・クイン・シー・アダムズを支持し、一般選挙でも選挙人選挙でもアンドリュー・ジャクソンに負けていたにもかかわらず、アダムズに勝たせた。アダムズはクレイをアメリカ合衆国国務長官に指名したので、ジャクソン派はそのことを裏取引と呼んだ。クレイはひるむことなくまたその影響力を使って支持者の 全国網を構築し、国民共和党を結成した。1824年、バージニア州の下院議員ジョン・ランドルフがクレーを指して、この人物は大変輝かしいが大変腐敗してもいる。まるで月光に照らされた腐ったサバだ。輝いているが悪臭を放っていると言ったので、決闘を申し込んだ。一回目は、双方が発砲し、当て損なった。二回目にクレーは、 ランドルフの上着に穴を開けた。ランドルフは空中に発砲し、クレイに握手を求めて、あなたは私の上着に仮がある、クレイさんと言った。クレイはランドルフの手を握り、私は仮が大きいものでなくて嬉しいと言った。トマス・ハート・ベントンはこのことを私が目撃した最後の拡張高い血統と呼んだ。1824年の大統領選挙で苦敗を呑んだ。 アンドリュー・ジャクソンは、ジョン・カルフーンと組んで1828年に、アダムズを破るための連行を形成した。この新しい連行が、一角の政党となり、1834年までに、民主党と称した。1836年までにクレイは、国民共和党と他の会派を集合し、ホイッグ党を、決闘した。国内政策では、高い関税で産業を奨励し、内陸部の広範な改良、 道路や運河で国内市場を作り上げるアメリカシステムを推進した。長い闘争の後で1828年に高い関税を確保したが内陸部改良のために使わせることはできなかった。1822年時の大統領ジェームズ・モンローはカンバーランド道路、アレゲーニー山脈を越えるのの建設法案に拒否権を発動していた。外交政策では 1817年以降、ラテンアメリカにおける独立運動と革命について、アメリカの支持者を率いた。1821年から1826年、アメリカはウルグアイ、その独立は論争となり、かなり後に承認されたを除いて、新しい国家を承認した。1826年に新しい国々のコロンビア会議にアメリカが招待された時、反対運動が起こり、 アメリカの代表団はついに到着できなかった。クレイはギリシャがオスマン帝国からの分離を望んだ時にその独立革命を指示した。これはヨーロッパ事情に対する早い介入だった。1828年関税法は以前の関税法成果で作られたまだひよこの工場を保護するためにかなり関税率を上げたものだったが、その成立後、 サウスカロライナ州はその関税法を無効化しようとした。もし連邦政府が関税法を強制しようとすれば合衆国から脱退すると脅かした。激怒したジャクソン大統領はサウスカロライナ州に軍隊を派遣し、法に従うことを拒む者は公主刑にすると脅かした。この危機は1833年まで悪化を続け、この時クレイは1831年に再び、 ケンタッキー州から上院議員に選ばれていたが議会に徐々に関税を引き下げさせる取引を成立させた。このやり方で連邦政府が州に優越するということを守ったがこの危機は経済と奴隷制の問題で北部と南部の間に紛争を発展させる契機になった。1832年から1834年にかけて保育党が出現すると クレイは即座にその支配的指導者となり、アレクサンダー・ハミルトンがその製造業の報告書で示した経済政策を通じて国中を禁止化す計画であるアメリカシステムに関わるものに集中した。国民共和党と同時期に民主共和党から分かれた民主党はどの選挙でも保育党のアメリカシステムに反対し、それは1850年代後半に エイブラハムリンカーンの共和党が出現するまで続いた。クレイは5度にわたって大統領選挙に出馬したが一度も勝てなかった。クレイの裕福な支持者たちは、クレイが大統領に選ばれた時のことを想定し、ホワイトハウスの持ち主の寝室に合うように、ごし復古町の寝室家具の大きなセットを発注した。最終判断は、アメリカ合衆国会員に委ねられた。 アメリカ合衆国憲法修正第十二条によれば、選挙人選挙で三位までの者が会員での候補者になるとされた。すなわちジャクソン、アダムズ及びクローフォードだった。クレイは除外されたが、会員議長であり、大統領を決める過程で重要な役割を演じることになった。クレイはジャクソンを嫌っており、ジャクソンについて、私はニューオーリンズで二千五百名のイギリス人を殺した。 ものが最高執行責任者の様々な難しく複雑な任務に適任であるとは思えないとい、い。さらに、クレイのアメリカシステムは、ジャクソンやクローフォードよりも関税や内陸改良に関するアダムズの立場に非常に近いものだったので、クレイはアダムズを支持した。ジョン・クインシー・アダムズは1825年2月9日、会員での最初の投票で大統領に当選した。 アダムズの勝利は一般選挙でも選挙人選挙でも最多票を得ており、自分が大統領に選ばれるものと思っていたジャクソンに衝撃を与えた。アダムズ大統領がクレイを国務長官に指名したとき、これはクレイを次の大統領と宣言したようなものだった。アダムズやその前任者3人も国務長官を経験していた。ジャクソンとその追随者たちはアダムズとクレイを 裏取引をやったと非難した。ジャクソン会派はその後の4年間この主張を繰り返し、ついには1828年のアダムズ対ジャクソンの再選でジャクソン勝利につなげた。クレイは裏取引について否定し、それがあったという証拠は一つも見つからなかった。1832年、アメリカが衆国大統領選挙では、クレイが国民共和党の全会一致で、 大統領候補に指名された。ジャクソンは民主党に指名された。この時の主要な争点は、第二合衆国銀行を続けるという政策だった。クレイは人気の高いジャクソンに大差で敗れた55%対37%。1840年、アメリカ合衆国大統領選挙では、クレイがホイック党公認候補になることを求めたが、党員集会で、 戦争の英雄ウィリアム・ハリソン支持者に敗れた。ハリソンは、その戦争での功績がジャクソンを思い起こさせ、クレイよりも選挙で戦えると思われたので、候補に選ばれた。ホイック党員が、マーティン・バンビューレンの政治力の弱さに気づよれば、おそらくはクレイを選んだことであろう。1844年、アメリカが州国大統領選挙では、民主党候補者、 ジェームズ・ポークに対抗するために、保育党はクレイを候補者に指名した。ポークは、イギリス帝国の支配下にあるカナダと、アメリカ合衆国の国境問題を決着させるために、54度40分、さもなくば、戦争という選挙スローガンに、国民の感情が動いたこともあり、クレイは、再度破れた。クレイは、テキサスが州として合衆国に加盟することについて、 それが奴隷制の問題を再燃させ、メキシコの戦線布告を引き起こすと考えたので、これに反対した。ポークは、これと反対の見解であり、特に南部の大衆感情はポークについた。それでも選挙は接戦であり、選挙人、票三十六票を持つニューヨーク州でわずか五千票差で、ポークが制したことにより、明暗を分けた。自由党候補者ジェームズ・ジーバーニーが、 ニューヨーク州で1万5000病鏡を獲得しており、これがクレイから票を奪った可能性がある。クレイの警告は現実になり、テキサス併合は、米国戦争、1846年から1848年につながり、一方北部と南部は、ポークの在任期間以降もテキサス州への奴隷制拡大をめぐって角突き合わせることになった。1848年。 アメリカ合衆国大統領選挙では、米国戦争の英雄ザカリー・テイラーが、ホイック党の指名を受け、クレイは再度指名争いから外れた。ヘンリー・クレイは、初めの2回の大統領選挙で大差で敗れたが、これは主に、ジャクソン流民主主義に対抗できる、全国的連合あるいは政治組織を作れなかった、ことが影響した。また、クレイの最後の大統領選挙の機会までに、 ホイック等が民主党に対抗できる組織に成長したが、クレイ自身が南部で不人気な奴隷制やアメリカシステムに関する見解を持っていたこともあって、大衆と結びつくことができなかった。クレイが奴隷制に反対する立場を取るなとか、アメリカシステムをそんなに強力に推進するなと警告されたとき、私は大統領になるよりもむしろ正しいことを選ぶと言ったとのことである。 この発言は待望を超える原則の声明として、それ以降数人の大統領候補者に引用されるか、言い換えられてきた。1848年のホイッグ党大統領候補指名争いでザカリー・テーラーに敗れた後、クレイはケンタッキー州のアッシュランド農園に陰性することにした。引退してから1年足らず後の1849年、再度ケンタッキー州から、 上院議員に選ばれた。この任期の間に北部州と南部州は再度奴隷制の拡張に関して論争を始め、クレイが予測していたようにこの時は米国戦争の結果メキシコから最近獲得した領土に奴隷制を認めるか排除するかという問題になった。クレイは常に偉大な朝廷者だったが、1850年の妥協と呼ばれる 誤った決着を導き出すことに力を貸した。逃亡奴隷法は、アメリカが州国憲法第4条、第2節第3項に準拠するものとして、連邦議会で成立した法であり、逃亡奴隷をかくまった市民は、北部であろうと南部であろうと、6年までの懲役、または1000ドル以上の過料に処するというものだった。またこれは、逃亡奴隷に関する論争は、法廷で扱うことを決め、 これが北部と南部の間の大きな論争になった。これら法廷における判決では、奴隷を、その所有者のところに行かせたものに5ドル、送り返したものに10ドルが支払われることになった。元合衆国最高裁判所判事、サンドラデイオコーナーは次のように言っている。その他にも、グラブズ対スローター事件や、グリーン対ビドル事件が有名である。カール・シュルツによれば、 クレイは次のような理由で成功した。インディアン民族に対してはいとこを殺された恨みもあり、徹底した排除論者だった。彼はこう発言している。クレイは、その愛したアメリカ合衆国と出身州のケンタッキー州のために働き続け、1852年6月29日にワシントン DC で死んだ。万75歳だった。クレイは、アメリカ合衆国議会議事堂に、 棺が安置された、最初のものとなった。レキシントン墓地に埋葬され、1844年の大統領選挙でクレイの副大統領候補だったセオドア、フリーリングハイゼンが7月3日にニューアークで追悼の辞を捧げた。クレイの墓悲鳴には、私は北部も南部も東部も西部もないと知っていると記されている。クレイが長年住んだレキシントンの故郷は、 農園とアッシュランドと呼ばれる邸宅であり、これは敷地に西洋トネリコ、アッシュツリーの木が多くあったことから名付けられた。クレイは一時期に最大六十人の奴隷を所有した。アメリカにヘレフォード州の家畜を導入したのもそこだった。アッシュランドはクレイの後継者が再建し作り変えて、今は博物館になっている。この博物館には当初の敷地十七エーカー、 8万千平方メートルも付属し、歴シントンのリッチモンド道路、アメリカ国道25号線に沿っている。一般に公開されている、有料。1866年から1878年まで、その邸宅は、ケンタッキー大学、ユニバーシティ・オブ・ケンタッキー。現在は、トランシルバニア大学の前身である、ケンタッキー大学、ケンタッキー・ユニバーシティ理事の住宅に使われた。 クレイはワシントン DC に滞在している時に有名なウィラードホテルでミントジュレップというカクテルを紹介した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。